ユーザーがどんなことを考えているかを僕らが情報収集してフィードバックできるようにしないといけないんです。我々が知り得ない情報の中からでもたくさんあるとコンテンツの中からそれを見つけてきて関連性を生み出して提案してあげるとか。